層が厚くなってきたバンタム級53キロリミットの戦いです。赤いグローブ藤田和樹、青いグローブ宇沢優也です。試合の解説は引き続き石川直樹さん、大久保瑠衣選手、小浜桃奈さんにお越しいただいています。さあ石川さん、はい、宇沢のギラギラ感っていうのを一つ注目されていましたね。そうですね、はい、昨日の記者会見でも言ったんですけどね、このとにかくこのね、このリングで成り上がってやるっていうのね、デビューした頃からそれは感じたし、今この所属が変わったことでですね、はい、この試合ができなかった期間もあるんですけど、その間にしっかりと充電をしたことで、前回ね、このパンチだけじゃなくて蹴りのバリエーションもしっかり進化しているのを見せてくれましたからね、はい、青いグローブサウスポースタイルが宇沢、赤いグローブが藤田です。小浜さんはどういうところ注目されますか？はい、昨日の会見見てたんですけど、藤田選手すごいおとなしいイメージの方というか、はい、煽られても動じないし、はい、もはや煽られてることにもなんか気づいてないみたいな昨日場面がちょっと見受けられて、どういう選手かすごい気になってたんですけど、はい、まだちょっとお互いちょっと様子を見てるのかわかんないですけど、これからどういう試合展開を見せてくださるのかすごい楽しみですね。試合前は噛み合いませんでしたもんね。そうです、全然会見噛み合ってなくて、はい、面白かったです、あれは。うん、宇沢が藤田のことを、まあ、面白くないやつだなという話もありましたが、記者会見の、ね、間にいるとやっぱ本当に独特の空気になるんで、はい、確かに、ね、あの記者会見は噛み合わなかったけどね。そうですまあ、本番はこの、ね、リングの上ですからね、うん、はい、まあ、試合といえば、まあ、この2人どちらも激闘派ですし、はい、まあ、打ち合いにも期待したいところです。大久保選手はどうでしょうか？はい、これ自分と今同じ階級なんで、はい、すっごい注目してますね。バンタム級も層が厚くなってきて、まあ、今日1試合不戦勝がありますが、はい、3試合が組まれていましたからね。そうですね、前蹴り宇沢パンチで攻め込んでいきます。前に詰めてボディストレート。宇沢選手のポジショニング、距離感が非常にですね、はい、はい、あのこのサウスポー対オーストックスの鉄則でいうね、この、サウスオーストックスの攻撃が当たらない。おお、ちょっとバランス崩しました、うん、鋭いローキック宇沢が見せていきます。体の角度も多いですよね。ローキック、まあ、正面じゃなくてしっかり味方を若干前に斜めに構えることで身の攻撃をもらいにくくしてますよね。宇沢の方は今年の6月におよそ2年ぶりの復帰戦、それを勝利で飾りました。2020年9月以来の勝ち星だったと本人も喜んでいました。この最近の藤田選手は本当にこのパンチの倒せる感覚を身につけて、はい、左右のフック非常に分回していけるファイターになってきたんですけど、それをねやりたいこと全くさせないだけのこの宇沢選手の技術、距離感の取り方が非常に巧みです、はい、藤田の方は連敗中です。ただ当たれば倒せる自慢のフックを武器としています。残り30秒です、宇沢の手が止まりません。ミドルキックにここはアッパーも一つ見せていなかった攻撃も今見せていきます。前蹴り、さらにローキック前足へ、このインロー、蹴りも多彩な宇沢、藤田も蹴りを返す、距離が近くなります。この位置は藤田も得意な距離、バランスを崩しますがここはダウンではありません。また宇沢が前蹴り、さらにミドルキック、ここで第1ラウンド終了です。さあ大久保選手、はい、今のラウンドどう映りましたか？いや、宇沢選手のもう本当距離感が抜群で、はい、自分の距離でこの1ラウンド戦えてたなっていう印象です。蹴りもよく出ますね。そうですね、パンチの左ストレートも良かったですし、はい、左の蹴りも良かったですね、はい、小浜さん、はい、確かに何かこうギラギラしているという言葉も先ほどありましたけれども、乗ってますよね宇沢。本当そうですね、昨日の様子からも見受けられたように、もう面白い試合を、俺が試合を作るんだっていうのがすごい見えていた選手だったので、もう実際1ラウンド目からガンガン攻めていて、ちょっと圧巻されてますね、今見てて。石川さん、これ藤田の方としてはどういうこと必要になってきそうですか？はい、そう、もう自分からの手数ですよね。まず距離を取られてしまっているのも分かっているので、はい、まあ、宇沢選手がサウスポーからの、有効打を出してくるのであれば、藤田選手も自分からプレッシャーをギアを上げて、オーソドックス特有の、右の攻撃を当てられるポジションを取らないと、この試合の勝ち目はなかなか崩せないですよね、はい、宇沢選手を、はい、赤いグローブ藤田、青いグローブ宇沢です。サウスポースタイルは宇沢、右足前に構えています。ギアを上げたいですね藤田選手はね、はい、こう距離って2人とも全く違うわけですか？そうですね、この、オーソドックスサイズサウスポーだから、はい、
藤田選手としてはこの左回りですね、左回りに行って右の攻撃が当たる距離に行きたいんです、はい、それを、宇沢選手にはちょっとリーチがあるので、はいはい、リズムを取りながら、藤田選手の攻撃が当たらないところにポジショニングしているので、はい、なのでこの試合は、藤田選手にとっては後手後手になってしまうという展開ですね、ちょっと強引に来ましたが一つダウンを取りました。右フックのカウンターです。今のはダメージはないとは思うんですけど、はい、片足になったところ、まあ、フラッシュダウンのような形になりました、ね、はい、藤田は本人はダウンじゃないとアピールしていましたが、ダメージはないと思います。はい、さあ試合再開です。宇沢が右のフック入ってくるところで一つカウンターでダウンを取りました、はい、そのぐらいに今あのダウン取られてもおかしくないぐらいのこの宇沢選手の勢い、はい、パンチのキレがありましたね、はい、踏みついてももう強引になりふり構わずパンチを振るっていくのが藤田です。今度はローキック藤田が返します。ハイキック宇沢、そして正面に立って左のハイまた見せていきます。ストレートパンチも切れています。藤田ローキックで少し宇沢がバランスを崩しました。大久保選手、この藤田のローってどうですか。いや、いいですよ。そこからパンチまでつなげたいですね。あ、下から上に、はい、なるほど。藤田はそこパンチでもいけるかという場面です。残り1分20秒、宇沢が一つこのラウンドダウンを奪っています。藤田としては昨年11月以来のリング、この採決戦決まりますと話しました。赤いグローブ、右のミドルキック、ここにまた宇沢が詰めてきます。小浜さん、このパンチ音っていうのもすごいものがありますね。そうですね、結構決まるといい音がすごいここまで聞こえてきてるので、すごい。でもどっちも対応、藤田選手が今のダウンじゃないっていうのを得て、はい、結構乗ってきたかなっていうふうにちょっと今思ってたんですけど、はい、おー膝右の膝、ダウンです、はい、ボディに突き刺さりました。この膝が効いていました。今度は藤田がダウンを奪いました。すごい一瞬でした。これはボディ効いてますね、効いてます。さあ詰めていく、藤田のチャンスを見た、右フック、さあ気になるのを奪われたのは藤田でした。逆転勝ちです。いや、一瞬の右の膝ですよね、石川さん、ね、はい、おそらく今まで一個も出してなかったので、はい、藤田選手も狙ったわけじゃなくて自然に出た、だからこそただね、この宇沢選手は自信満々で戦ってたからこそ完全に無警戒無防衛でしたね。うん、大久保選手もマジかというような表情されてますね。そうですね、いい膝当たりましたね。小浜さん、はい、いかがでしたか。いや、今あの私が言ってちょっと気合が入ってからすごいギアが1個上がったなと思ったタイミングでの、はい、このちょっと入ったのでびっくりして、すごいなと思って。ちょっとそうですね、この膝ですね、本当に流れでしたね。こんな綺麗に、はいはい、スリップにも見えましたが、これ石川さんしっかりとカウンターで入ってるんですよね。そうですね、はい、見えないところから飛んできた膝、完全にそれが効いて、まあ、チャンスと見れば最後は自慢の剛腕振りかざしていきました。気を抜いたわけではない宇沢選手が、まあ、カウンターですよね、はい、カウンターの膝自然に出た流れでうまく出ましたね。昨年はもう8月そして11月にも KO 負け、そこからの復帰戦と臨んだこの戦い、逆転で勝てば大久保選手、これ本人も嬉しいでしょうね。相当喜んでました。はい、藤田選手のこれタオルを掲げているファンもいます。皆さんこんにちは、藤田です。最初の1ラウンドちょっとこれ盛り上げないとダメだなと思ってちょっとダウンもらっちゃいましたけど、2ラウンドで倒せてよかったです。なんか宇沢選手に会見でいろいろ言われてたんですけど、まあ、結果これだっていうことを見せれたと思います。去年 K1 の試合とフランスの試合で世界王者に2連敗して、まあ、結構自信なくしてやめようかなと思った時期もあったんですけど、いろんな人のおかげでまたこうやって KO 勝ちできて本当に感謝しかないです。ありがとうございました。また試合していくんで期待してください。ありがとうございました。小浜さん、はい、最後まで対照的な2人でしたね。そうでしたね、もう最後
もうすごい笑顔が見れてすごい個人的には嬉しいんですけども、はい、その1ラウンド目 の、 あの KO があったからこそあのその勝利につながる KO に出たの KO が出たのかなというふうに思ったので、はい、すごいいい試合だったなと思いました。はい、バンタム級勝利を挙げたのは藤田和樹です。